それでは、M5 スタックですね、タイマーについてご紹介したいと思います。レンリではタイマーということで、タイマー0からタイマー199まで、M5 スタックの場合は、タイマー、100ミリセクタイマーということで用意しております。また、タイマーの300から327まで、こちらは1ミリセクタイマーということでですね、ループの中で、処理をするタイマーご用意しております。ただし、ループタイマーとなっておりますので、ループ内で、時間のかかる処理を行った場合は、こちらは時間がずれてしまうということがありますので、その点はご注意ください。で、今回、タイマーを配置する場合には、このタイマーですね、必ずコイルはタイマーを置いてください。こちらタイマーを置いていただいて、で、T0 や T1 といったタイマーの番号ですね、指定してスペースを空けて、K50 というような形で設定値を指定してください。タイマー0からタイマー199については 100ミリセクタイマーとなっておりますので、 K50 と指定した場合は5秒をとなります。で、こちら今 X の38の後ろにタイマーの0のコイル、タイマーの0の接点の A 接点の後ろに Y の26ということで配置しております。こちらタイマーの0の前の接点が5秒間オンになれば、Y の26が点灯するよ、タイマーの0の接点がオンになって Y の26が点灯するという形になります。こちら実際にコンパイルということでやっていきたいと思います。ラダーを作った場合には保存して回路コンパイルで、SUQ ファイルを必ず生成してください。 SUQ ファイルを生成した後に SUQDBX 変化、こちらを実行すると ino ファイルが生成される。 ino ファイルが生成されれば、プログラムの方ですね、出来上がっておりますので、これでマイコンモードの方に書き込むという形で、プログラム書き込んでいただければ結構です。で、書き込みが終われば、今回ですね、ラダーにつきましては、X の38、タイマーの0、X の37、Y の26、Y の5といった形で使っております。で、入力と出力が出てきているんですが、こちらタイマー0ということでですね、タイマーの現在地を表示するようになっております。こちらですね、今、モニター、ですね、動作画面に行くでデバッグのモニターということで、モニターの方を動かしながら動作確認したいと思います。こちら X の38をオンにすると、今時間をカウントして5秒経過するとタイマーの0の接点が入って Y の26が点灯しますよ、 X の38をオフにするとタイマーがリセットされますよといった形で、タイマーについては設定した時間経過すると接点が閉じて、何か接点が閉じたり開いたりしてデバイスを動かすという形になります。通常の出力についてはオンになるとすぐにオンになるという形になりますので、タイマーについてはボタンを押してですね、信号が入った、そのように入った状態を継続する必要があるというところを注意してご利用いただければ結構です。それではタイマーの回路ということでご紹介の方させていただきました。以上となります。ありがとうございました。